項目は、企業の責任者の方いらっしゃいますでしょうか。出席を兼ねてですね、本部席の方に今日4丁目どういう訓練をやりましたっていうのを報告してほしいんです。まず慌てレストップ、慌てレストップに飛び出すとですね、もしかしたら上から窓ガラスが割れて落ちてくるかもしれない、というふうに考えてください。どうしても外に出たい場合は上をゆっくり見上げて危険がないかを確認してから出るようにしてください。ビルからは離れる、車道側に寄ると、当然車道側に出てしまうと車走ってますので車道側に寄ると。火災を発見したときは一人で対応ないですぐに周りの助けを呼んでください。使い方なんですけどもすごい簡単で、ただいま9時25分です。まもなく緊急地震速報がアナウンスされます。頭痛いです。